白樺高原線 M448 から 99,401JR バス関東小諸支店は、長野県小諸市、与良町にある JR バス関東の営業所。2018年6月1日に、同志高野町から同地に移転した。小諸支店小諸支店、長久保営業所かつては、観光地を多く抱える路線として、鉄道線の培養を使命としていたが、 乗客源による路線廃止により規模が縮小されてしまい、現在は地域輸送が主体になっている。1997年の北陸新幹線、先行開通時には、作平駅に乗り入れるなど、積極策も見られたが、白樺高原線の作平駅乗り入れはあまり効果はなかったらしく、2004年に廃止された。また、 新越本線横川駅軽井沢駅が廃止になった後の代替バスの運行は投資店が担当している。同区間において夏季から秋季に薄水峠の急道で観光名所メガネ橋を経由する便も運行日限定で1往復運行している。2019年度からは軽井沢地区の慢性的な渋滞により同便の運行日が大幅に削減されている。 同支店が上信越自動車道の沿線にあることから、東京と金沢を結ぶグランドリーム、金沢号、青春ドリーム、金沢号を小諸支店で担当し、東武湯の丸サービスエリアで、西日本 JR バスの乗務員との交代を行っている。高速バスは他にも、広報高原、小諸、佐久新宿線と青春ドリーム、新集号も担当している。 長野原支店の草津温泉輸送や中央道支店の高藤桜祭り輸送には毎年応援へ行っている。施設、設備の老朽化と敷地が手狭になってきたことを受け、2018年6月1日に小室市から購入していた与良町のふれあいプラザ小室美を跡地へ移転した。隣接地に高速バス利用者駐車場も設けられ、利便性の向上が期待されている。 長野県内の豊富な観光地をバスで巡る定期観光バスの運行を積極的に行っており、2018年度には品野路巡り号、2019年度には善光寺、都学市とお布せ号を運行している。2021年度は中国 JR バスのオープントップバス、メイプルスカイを借り受け、清里高原と軽井沢町で運行する予定である。 2018年6月の移転により、新支店では車両整備ピットを設置していないため、車検整備などは長野原支店などに委託している。長久保営業所では、和田峠北線と長和町から委託される長営巡回バスを担当し、上田、長久保間を JR バス関東の一般路線バスとして、長久保から先は JR バス関東に運行委託する。 長和町営バスとして直通運行されている。2019年4月4日にダイヤ改正が実施され、日中帯の3便については、マリコ中央病院上田間は運行がなくなり、上田へは接続する選挙区バスへの乗り換える形となった。なお、朝夕の便は今まで通り上田まで運行される。長久保営業所の職員数は8人と小規模の事業所となっている。 2020年4月1日現在、22台が配置されている。青春ドリーム、新集合、H657 から12,405小室、佐久新宿線 H657 から16,418、スクールバスとなる便長久保7時45分発、松島経由長久保行き長と小学校15、0.16、00、 初姫木平中央行き長戸小学校15時発、松島経由長久保行き、長戸小学校16時発竹品高校行き、品野松島18時25分発姫木平中央行き乗降方式、交通系 IC カードは、額を主に長久保営業所の配置となっているが、中型、大型が混在し、最近では、中古購入の大型ノンステップバスも配置される。 中扉仕様のバスでも中扉は締め切りとして前扉を出入り口として使用している。他支店にはいない鈴川ラミオも2台配置されている。かつては東日本では珍しい西高車体の日産ディーゼル、スペースランナーが導入されたが現在はすべて廃車になっている。1999年に西武バスから2002年には 東京都交通局から中古車を導入していたが、現在は廃車となっている。M448 から99,401は、もともとビュー、バスカラーの専用車だったが、一般路線車に転用されている。青春ドリーム、新集合、高峰、小諸新宿専用のハイレッカー車両の4列、シートトイレ付き40座席仕様が配置されている。後部が、 パウダールーム仕様の H657 から16,405、16,406、16,417、164,184台が配置されている。配置台数が少なく運用に足りないので、新宿線には東京支店の車両やトイレ付き貸し記事登録者も使用している。 H657 から16,417は JR 東日本長野支社の観光キャンペーン、新州を列車で旅しようのラッピングがされていた。ハイデッカー社は小室支店に配置され、定期観光バスや宇水線、スクールバス、高峰、小室新宿線にも使用している。宇水線は貸切免許による運行となっている。 座席数が多い長尺車が使用されているが、貸切免許のため交通バリアフリー法の適用外となり、通常の2ステップ車、ハイデッカー車が使用されている。定期観光バスは主にビュー、バスカラーの日のセレガが使用されている。長和町の通園バスは専用で、日のリエスセニが2台配置されている。長和町内巡回バスは、町が所有する。 日のポンチョとトヨタハイエースが使用される。コモロスミレ号は私所有のトヨタコースターが使用される。ありがとうございます。